目覚めですか？あのね、いや普通に起きれたんだけど、昨日の夜初めてもう眠くてコンタクトつけたまま寝てて、夜は気づいてなかったんだけど、で朝起きて目が開かないってなって今です。おはようございます。あ、配信予約入れるの忘れてた。いつもね、忘れてても夜に気づくんだけど忘れてた。おはようございます。今日は夜配信もします。昨日は雨に濡れませんでしたが、濡れなかったです。今日はそらちゃんとの日な、あーね、やるって言ってたね。おはようございます。何話そう。あ、金曜日だね。おはようございます。ありがとう。1週間の終わり、今日は。でも土曜日も平日、わかる。土曜日も仕事する人いるのかな？いるか？朝ごはん普通にどうしてるの？家にあるの食べてますよ。ありがとう。おはようございます。セピー会の顔認証についておっちゃん側から見られるのか、来る見られるのかな、どうだろう、どうだったっけ、ちょっと分かんないや、見られなかった気がする、ちょっと分かんないかも。リメイクする予定ない。ないです、多分似合わないから。バンダイ橋と信濃川のうち、あれね、昨日の写真じゃないんですよ。申し訳ない。あれいつだろう、結構でも1週間前とかくらいの写真です。1週間前じゃないかも、もっと前か。おはようございます。
土日仕事で平日が休み、ああそういうパターンもあるのか。おはようございます。でも結構おしゃべり会のあの1枚だと結構ね早かっただよね。あでもどう結構あっという間だった。いや3秒じゃない3秒じゃないけど、寝てますよ今日なんて。6時間くらいは寝ましたよちゃんと寝てる。おはようございます。握手会に比べて短い、うん、多分短くはないんだと思うんだけど、そのさ剥がされる今日も喋れるじゃないですか。多分その時間がないからね短く感じるのかもしれない。でも全然なんか全く喋れないわけじゃない。ありがとうございます。古田葵です。サステナブルの振り返り、多分 AKB さんと NCT ので、でもあれ何秒だったんだろう。 NCT の口数えてないか分かんないんだけど、同じかな。おはようございます。でも16日が楽しみ。あと5日。みんな設定できた、あのなんか最初の方の設定。スタンド必要かな。どうなんだろうなんだろう。でも大丈夫、でもあった方が手が疲れないかもね。ね、久しぶりだね本当に。16日、多分なんだろう。でもあれなんだよね、当日もさなんかやらなきゃいけないんだよね、設定みたいな。そこでみんなが手こずらないことを願う。話そうと思ってることは正解しよう。でもどんな感じなんだろうね、やってないからまだ感覚がつかめない、全然。
入力がいるらしい。なんかあれコードをね、手こずらないでほしい、みんな。19日ね。早いね。でも9月は9月10月はしゃべり会結構あるからね。緊張で手が震えますでも家だと逆に緊張するのかな、なんだろう。でも慣れればいい感じになるかもね。昨日楽しかったんですよ。ちょっと言えないんだけど、まだ昨日は楽しかったですします。8時から配信します。夜配信。会いに来てね。うん、ヒントあげないよ。あげないからね。そうしてる？本当？でもいずれ分かると思うのでなんか7時からにしようか迷ったんだけど、なんか7時からの方が自分の生活ルーティーンがいい感じに回るなってこの前思ったんだけど、今日8時からにします。今日の味噌汁なんて何、今日味噌汁作らないかも。おはようございます。変な人の顔覚えてますよ。覚えてます。ちゃんと覚えてる。結構覚えて自信ある方だと思う顔。昨日夜ショールーム開かなかったからちょっと変な感じだった。ありがとう、なんかそう思ってくれて。でも今日は開いて今日の夜は開いて。生活のリズム、うん、生活のリズム。あら、ありがとうございます。
初期ありがとうございます。ふるさと多いです。今日なんか声が低い気がする。昨日の分、昨日はね、昨日ほどテンション高かったんですけど、夜になって急降下して通り話すことメモで、メモ帳に書いて、全然いいよ、全然みんな本当に本題に入っちゃって全然大丈夫。おはようございます。そう、なんか声が低いね。アホ毛がやばい。そういうことじゃないね。今日の朝涼しい。あー、ちょっと今外の気温わかんないんだけど、挨拶省略した方がいいかな。でもどっちでも大丈夫だと思う。でもなんか挨拶して挨拶だけで終わるってことはないから、ないと思うから、こんにちはって全然できると思う。毎日会えてる。147日目、すごい、ありがとうございます。もうすぐ150日いくね。急上昇。でもまあ朝起きたら普通に朝だってなったから大丈夫です。枚数は確かね、自分で選べたと思います。ありがとうございます。そのなんだろう、枚数は自分で設定できた気がする。何枚か初めての体験。そうだよね、青も初めてだし、みんなも初めてだから、最初はちょっとあれかもね、緊張するけど。はい、ありがとうございます。最近昭和の J-POP 流行ってるから聞いてる。昭和の J-POP を最近聞いてるのは、最近あんまりアイドルの曲を今昔よりは聴かなくなって、結構なんか普通に、なんだろう、井上園子さんとか青にとっては珍しい。ループできる、できたと思う。その1、うん、おはようございます。挨拶だけでも、その挨拶の長さにもよると思うけど、こんにちは、こんにちはだけだったら多分大丈夫、話せると思う。
どうなんだろう、流さない方がいいかもしれない。え、青は流さないけど、なんか肩が痒い。でもまあとにかくお話し会は楽しくできたらいいなって思うところでございます。あら、ありがとうございます。そういう感じな、そういう感じで話し会できたらいいなって思ってるところです。よいしょ。犬の鳴き声入るかも。あー、多分ね、周りの音をあんまり消したいときはイヤホン、マイク付きのイヤホン使ったやったら結構周りの音遮断されると思いますよ。でも全然聞こえても大丈夫だけどね。全然なんか、でもなんだろう、聞きたいことがあったらその話し会中聞いていいよ。聞いていいよ、聞いて質問とかあったら普通にお話しするのもいいし。イヤホンする、恥ずかしがり屋だから。私でも初めてだからね。あ、そう、最初に枚数を教えていただけるとありがたいんですけど、なんでかっていうと、あのいつもはスタッフさんが言ってくれるじゃないですか、何枚ですって。だからそう思いながら会話できるけど、そのなんだろう、その何、オンラインだとそれが言ってくれる方がいないから、あのね、そう、そう、なんかどれくらいの時間であれ話す、あれが画面には残り少なくなったらもうすぐ終了されますっていうのが出てくるんだけど、その最初から何枚かしといた方がなんか話す感じ的にはなんだろう、いい感じに時間使って話せるかなって。でもどっちでも大丈夫です。話しかけてくれる、話しかけるよ。でも全然どっちでも大丈夫ですよ。粘れ、切れちゃうからね。夜配信あります、8時から。枚数5枚が後ろに。
って人は小さい。結構早めにスピーディーに挨拶すればちゃんと他にも話せると思う。でも初めてだからね、本当に二十歳も初めてだし、そうだね、当日は楽しくできたらいいね。挨拶は予定ね。それくらいでも全然大丈夫。あと2分ちょい。ありがとうございます。あと2分。全然大丈夫だと思う。壁に貼ったりとか。あさおちゃんだからこそ少ない枚数だけど、ちゃんとご挨拶します。ありがとうございます。みんな待ってるよ。ほぼね、多分大丈夫だと思う。機械はね、機械っていうか、うん、大丈夫な気がする。多分スタッフさんに助けてもらうと思う。本当にできなかったら。でもおめで送ったら見て早くして。モバメの返信とかも使ってなんか準備できたらいいね。どうも。はい、あ、もう29分になっちゃったので配信終わりにするね。みんな今日も金曜日頑張ってね。はい、ということでゲストとしなぎありがとうございました。また夜8時から配信するので見に来てください。今日もじゃない。ありがとうございました。バイバーイ。いってらっしゃい。できます。バイバーイ。